グリメンツはスイスバレー州バルダニビエにある標高1572メートルの村で国鉄駅のあるシエールから約23キロメートル南に位置する。花で彩られたグリメンツの村グリメンツの南約5キロメートルの場所にはモワリーダムとモワリー湖があり、湖の周辺はハイキングコースも整備されている。グリメンツは花の村として知られ、 村中の家のバルコニーは主にゼラニウムの花で飾られている。長年の間、強い日差しを受けて黒く焼け焦げるように変色した木造建築の窓辺に真っ赤なゼラニウムがところせましと並ぶ。グリメンツは氷河ワインでも有名で、モワリー氷河が近いグリメンツの村で熟成したワインに付けられた名前である。標高百七十二メートルのグリメンツでは、 ワインはできない気候のため、麓の町シエールでできたワインを樽ごと運んで熟成させている。運び込まれたワインは村の海岸内にある樽に貯蔵され、1年に平均25リットルずつ継ぎ足される。クリメンツをはじめとするアニビエダニの村や集落では、1年中同じ場所に住んでいては生活が成り立たなかったため、平野ではブドウの手入れ、高知では 家畜の世話をするといった季節移住のサイクルを繰り返していた。ありがとうございます。